こう言った？言った。はい、イエイイエーす。今日は、七福神遊び。OK？ OK。前ほら、前ちょっとしたやつ。の結果。結果っていうか、まだ途中やけど、こうなってますっていう。こうなってます。うん。確かこれ。確かこれ。うん。今日枯れ葉取ったり、もう一回こうちょっとこう見ていこうっていうな、この辺も映して、この辺はもうあの販売用じゃないんだよ、これあの盆栽みたいに遊んでるところ。かわいい。え、かわいい。かわいいでしょ。かわいい。見てよ、この辺首周りバリバリ。かわいい。首周り一周。こう上手い人に言わすと何かって言うかもしれんけどな、俺これはあの初めてやからな。一応こう遊びながら、こんなの可愛くね。じゃーん、盆栽。盆栽な。な、盆栽いいでしょ。すごい閉まってきたな。え？すごい閉まってきた。考えられないでしょ。うん。閉まり具合が。うん。こき具合が。うん。一応ずーっとこう見せてあげてくれる？でたまにはこうなるのもあります。ね、これ正直なとこね。こうありますよ、ね、こういうのあります、うん、かわいいでしょ。楽しいでしょ、これなんか楽しいよ。楽しいでしょ、うん、な、もう子供いっぱいで、ちょっと枯れ葉をね取って、喉元を涼しくしてあげたい、うん、もう寒いけどね。寒いよ、うん、そういう感じ。うん、そういう感じ。ちょっと枯れ葉を取りますね。うん、枯れ葉を、うん、うわ、見てこれ、うわうわ、どう、楽しい。すごいな。楽しい。うん、私が、いや、これ俺が楽しいんやけな。こっちから、こっちからそうな。ああ、そう、こういうのな。音を聞かせたいやろ。え、音。そうで、咀嚼音で食べてない。おい、お前喋んなよ。音、葉っぱの音聞かせれや。こ近づいて近づいて。何なんか。そう、こう、うるせえ、喋んなよ。こう葉っぱの音がするんじゃねえか。ガシャ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 。これ見て。楽しい。音がいい喋るなって感じで、こういう黄色いのはもうどうせやっちゃうけど取っちゃうんだよね、こういうの。な、どうなの、もういいんじゃない、もうそんなに黙ってられない。そんなに黙ってられない。頑張った。笑って笑いを止めてる。なんで笑う、なんで笑う。咀嚼音に詰まってしまってから食べてない。なんか言うや。食べてない。食べてないけどな。食べてもいいけど。もう相当かわいいけん、ちょっと湿っちゃったっけ。ほら、ちょうど。あとはさ、邪魔なとこのさ、子供を取ったりさ、うん、すればいいだけやな。聞いてる、うん、なんで音を聞きたいかなと思って。音もういいでしょ。もう我慢できん。ちょっと待ってくれ、椅子持ってくれ。どういうこと。立ってたら見えないよ、首周りが。ああ、そういうこと、ね、首周りが見えないんだよ。ああ、最高。ベスポジな、ベスポジよかー。もう指が太いからほら入んないでしょ、これ間にね。ベスポジこうな、
みんなもこうちょっと七福神こうやって仕立ててさ遊んだらいいよ。もう夏じゃねえけど何も怖くねえろ。怖いの、うん、怖くない別にね、うん、でほら七福神はおばあちゃん家によくあるけども別にそんな強いわけではないよな、これ気のせいやな、うん、そこに慣れてるだけでな、うん、強いと思って、うん、スパルタにしすぎるんだよ初めから。ああそうやね、慣れる前にな、うんうん、そうそう、その辺をな、ちょっとなこれちょっとね、あの動画撮ってる場合じゃなくて、うん、あのこうちょっと真剣にやりたいんだけどいいよ、喋らんで。これね、楽しいけん。いやいや、喋るよこれもちょっと傷んだのもあるけど、ハサミがいるな。スイー、うん、待ってました。スイースイー、よし強制。うわ、これね、これをだけ、ほら、ちょっとさ、このここまで我慢して伸ばして、うん、こう枯葉取って可愛いのを見るというのが面白いね、うん、な、じゃん。いいよ。そんなどうなるかなんてさ、生き物だから分かんねえんだよな。上手な人はさ、ほらもうこういうの慣れた人はさ分かるんやろけど、うん、俺は初めてやき。うわっ、楽しいブース分かる分かる。ちょっと止めていい？いいよ。よーどうぞー。うわ、あ、これちょっと茎やられちゃうな。ここが？え？ここ。あら。写して。茎やられちゃう。本当や。な。これはじゃあ取っちゃおう。な。取る。え？取る。そうそうそう。ハサミ持ってこんかった。臨機応変に何の？ハサミ。でーし。でーし。取れるぞ。取れる。な、こう、うん、ほら、やられ、茎がやられちゃうでしょ、うん、これが植物やけ、うん、な。でも根っこ出てるやん、その上から。うん、だけど、ベーシベーシ、ほら、これでほら、綺麗、うん、粗治療完了。これはこれで植えるけん、ちょっと邪魔やけど、どいちょってくれる。今それ、七福神に言った。あ、そう当たってに言ったんかと思った。こいつに言ったの、ちょっと邪魔やけど、どいちょっていいでしょ、別にいいでしょ言ったって、それが楽しいんじゃわ。ちゃうか。そうで、な、だけどもう黄色いのはね、どんどん取っちゃえばいいんだ、黄色いのは、うん、な。あ、でもさ、なんかコメントにあった。何？黄色くなるのはなんでですかって。片方だけが黄色くなるんですけど、なんでですかって。なんでですか？うん、わかんない。うん、わかんないでもそんなになんないじゃん、うん、だね、こうだからこうなるっていうわけでもないよね、うん、いや、それだ、生き物やからさ、うん、な、人間だって一緒やん、うん、風邪ひいたりするやん、体調悪くなったりするやん。大丈夫。え、なんか体力も一緒やん。あんまりね、喋るとバカやけどバレるけどね俺たちはね、あんまりそのいらんこと喋らんほうがいいんで。よかった、バカがバレる。誰で、例えたらいいか。うん、例えになってねえ時がある。あ、ほんと。そうだほら、こう子供がほら、うん、お子がここがほら、これね、風通し良くなったでしょ。うん、寒いかも。うん、それでほら、ちょっとバランス的にさ、ちょっとこの辺かっこ悪いけさ、取っちゃう。うん、盆栽。あ、葉足ダメやったな。葉足ダメやな。一回やったな。うん、芽が出てこんやったな。うん、でもうまくいってる人もいるんやろからな。そうな、うん、なんでどういう違いかわからんけど。うん、それは本当、うん。
分からん。やっぱ確率が低いんやろな。まだ七福神歴が浅いけん。なうちのはイカでした。イカですが、ちょっとまだそのまま置いてます。そうや。うん。どうよ、どうよ。盆栽液、盆栽。よいしょ。ね。うん。これなんか面白いでしょ。ここあとはもうほら自分のさ気分いけん、うん、自分がいいと思ったら成功や。そういうこと？いやいやそういうことでしょ、うん、こういう密集したのも好きやし、こうビーンってな、うん、密集したのもいいし、こういうのもほらいいでしょ、うん、な、うん、なんかこういいでしょ、うんうん、もっとこれをさ伸ばしてとかさ、ここ邪魔やけ取ってとかさ、うん、これでこういうのをまた別のとこ植えちゃって、うん、なそれでこういうふうにして増やしていけばいいや、うん、な増えるもんな。増えるやろ、うん、うん、どういう感じ？どういう感じやね。もういい？わからない。なんかどっち最高やん。最高。ここ黄色いの取っていけばいいでな。黄色い葉っぱね。そう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 、うん、すごいな、小株が。え？小株がすごいやろ、うん、すごいやろって、そんなへばることではないけど。あ、そう、これもそうやな。え？こんなのさ、頭チョンパしたやつやな。うん、そうだよ。こういうのが、そうそう、頭をチョンパしてセットに入れたな、コロナセットに、うん、そうだよ、そういうの、うん、これも入れてもいいけど箱が入らないか、うん、な自分のがなくなるって。え？そう、なくなるんだよ。そうやってどん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 なくなるんだよな、うん、うん、いい？いいよ、いい感じ、うん、いいかな。皆さんも七福神遊びぜひぜひ遊びましょう、うん、な今からまだピンク色になるけんな。そうね、うん、そうそう、うん、あと子供がどうなるかな、うん、うん、こうやって茎が腐ったりすることもあるわ、うん、そうな、あんまり神経質にならんでな、うん、うん、またチョンパして遊びながら形を作っていけばな。またチョンパする？え？またチョンパする？こういうのはするよ、うん、な OK OK ということで、七福神遊び一緒にやりましょう、はいはい、ね、まだこのまま続けていきます、はい、もうちょっと増やします。うん、な、うん、で何個かずつフェスに持っていけるようにな、うん、うん、ということで、はい、高評価と、はい、なんとかボタンとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。